皆さんこんにちは、ココチャンネルのココです。今日はユニクロの秋の新作を紹介していきたいと思います。今回はですね、イネスのコラボが発売されたので、そちらのアイテムもいくつか購入してみたので、最後までご視聴ください。それではスタート。はい、イネスのコラボをね、見に今日は行ってきました。そしてまた風邪ひいちゃって声がちょっと変なんですけど、顔もちょっと変なんですけど、お許しいただけたらと思います。皆さんもね、気をつけてください。ちょっとまだ季節的に暑苦しいんですけど、イネスの洋服結構好きで、でもなんかちょっとあんまり話題になってない誰も買ってる人見ないけど、めっちゃ可愛いんですよ、これ。ほら、じゃーん。これはね、ルックで見て、もうめっちゃ可愛いと思って買いに行きました。でもまだ山盛りありました。ポインテールクルーネックカーディガンオフホワイト M サイズ、3990円です。ニットセーターっていうかカーディガンで、この値段はちょっとびっくりじゃないですか？可愛いんですよ。見てください。このポコポコがね。可愛いんですよ。透かし編みにもなっていて。生地がね、ポリエステル80とウールが 20% で、若干チクチクします。なんかね、ちょっと素肌の上に着たいなと思ったんですけど、ちょっとね、チクチクしますので、ちょっと素肌の上は無理だったかなという感じですね。もうちょっとね、涼しくなったら、シアータートルとかの上に着たらいいかなと思います。ちょっと素肌ではチクチクします。で、色がね、グレーとかもあったんですけどね、可愛かったです。で、これ M サイズにしたんですけど、割と大きめの作りになってます。お袖がね、長いんですよね。なので、サイズアップすることなく M サイズは購入してます。それから、こういうの大好きなんですよ、私。3D ワイドリブクルーネックセーターナチュラル L サイズ。3990円の商品です。縦のラインが入ってる、リブのニットですね。可愛いのが、これ、お袖がほら、こういう風にちょっと、こういう風にしか説明できないんですけど、こういう風になってます。で、リブもこういう風になってるんですけど、なんかね、真ん中のところだけ、ここだけね、ちょっとね、編み方が違うんですよ。ほら、これがね、すごいおしゃれだなと思って、すごい使いやすいんじゃないかなと思いました。で、ユニクロさんで毎年こういう縦のストライプのが前に出てたんですけど、久々に見た気がして、あれ去年出てたっけ？ちょっと記憶が。なんかこんな感じのユニクロさんでよく買ってたので、また買ってみました。これね、よかったら色違いも買っちゃうかもしれないですね。で、なんとイネスのはこちらの2点だけです。他にもね、ジャケットとかあったんですけど、ちょっとまだ欲しくない。で、代わりにね、いいなと思って買ってきたのがこちらですね。メッシュのセーターです。これね、結構皆さん買ってるんじゃないでしょうか。3D メッシュクルーネックセーター XL サイズ2990円です。アクリルが 58% と、繊維、再生繊維が26、麻が16入ってます。麻が入ってるってちょっとびっくりなんですけど。長袖なんですけど、全部透けてるので、中タンクトップとか着ちゃえば、ほぼ裸裸状態。涼しいと思います。なんだけど、長袖なんでちょっと秋らしさも感じられて、今のね、ちょっと何着ていいかわからない時期とかに良さそう。で、これ色違いも買ってます。さっきのブラックなんですが、これはなんだ？ライトグレーですね。の2色替えしております。ゆるっと着たいので XL にしております。これはかなり良さそう。スカートがめっちゃ良かったんで買ってきました。あれ？タグ。ボリュームロングスカート、ブラック L サイズ3990円。これはもうブラックとベージュ行きました。2色行きました。スカートね、珍しくって言ったらですけど、もうここ何年もユニクロさんのスカート買ってない気がする。タイトスカートは買いました。だけど、フレアのスカートが、丈が短いものが多くって、ユニクロさんって。なんかね、買えなかったんですけど、ついに出ました、長いやつ。ベージュの方はね、若干透けるかなーって心配してたら、なんと、裏地がついておりますので、裏地じゃない、ペチコートがついてますので、安心でございます。これね、生地がちょっと張り感のある、シワになりにくそうなスカートになっております。ウエストのところが、こういうゴムになっているんですよ。だから、本当言えば私 M サイズなんですけども、丈がやっぱ M だと、気持ちもちょい欲しいな、みたいに、ちょっとすごく長めに、ロングで着たかったので、L にしてますので、かなり緩めとはなります。であと心配な、こういうギャザースカートっていうんですかね、お腹周りにギャザーが寄るスカートっていうのは、骨格ストレートの人が着るとすごい太って見えるんですね。で私もちょっと苦手なジャンルではあるんですけど、これは、ワンサ
イズ上げたからかな、なんかねそんなにここのボリューム感がボーンってならなかったのと、あとトップスで隠せばいいかなと思って2色買いしております。これはとてもおすすめです。もう1個ね、めっちゃ良かったの着てみたら、ナローフレアマキシスカート L サイズ2990円、グレーを購入しております。これね、なんか店頭で見た時はあれ安っぽいかなと思って、微妙とか失礼思ったんですけど、あのね着てみたらすっごい形が綺麗でびっくりした。 M サイズじゃなくて L にしたのはやっぱり丈がちょっと足りなかったです。あとね腰回りがナロースカートなのでちょっとシェイプされてこう広がる感じなので、お尻周りが気になったので私は L サイズにしております。ということでね、今日はね 1,2,3,4,5,6,7 点ね購入してきたので、着ているところお見せしていきたいと思います。それでは後半戦スタート。はい、それでは一つ目のコーデからいきたいと思います。イネスのカーディガンにフレアスカートを合わせたコーディネートになっております。ちょっとね秋らしく装いをねするために、去年かなもイネスのベレー帽と、最近購入したユニクロのねバッグを一緒に持っているところでございます。めっちゃ可愛い。ただ今素肌の上に着てるのでチクチクしてます。ちょっと素肌にはきついですけど、もうちょっとね涼しくなったら着ていきたいなと思うんですが、こんな感じですね。いかがでしょう。丈もアシールついてた、丈もね M サイズで良さそう。あの結構長いんですよ。今流行りのやつって結構ショート丈これぐらいのイメージのものが多いと思うんですけど、意外とこのイネスさんのやつはね長め丈でございます。お袖も M でもねしっかり萌え袖になりますので、これ以上大きいとちょっとねスカートとかには合わせにくくなっちゃうかなと思います。でちょっと私はこういう風にあの後ろに引っ張って抜いていきたいなと思います。その方が後ろの方に長さがきますので、お尻が隠れて前がすっきりした印象になるかなと思います。見て、そしてこのスカートの長さがめっちゃ可愛いです。162センチの私で L サイズで、足首まであるかなという感じです。ウエストはねかなり大きめなんですけど、まあゴムなので落ちてくることはないかなとは思います。とにかくねスカートシワになりにくそうなのが最高。こういうプチプラのさスカートってやっぱすぐシワシワになっちゃったりするんだけど、これぐらいの感じだったらあのシワになりにくそうなのと、あと生地が柔らかいのでここに本当にボリュームが出すぎないのがいい。ここがねボーンってなっちゃうともう骨ストアウトなんですよ。これぐらいだったらそんなにボリュームがないので、太って見えることはないかなと思います。ちょっと心配なのでここで押さえておく感じですね。ニットでこういう感じ。いかがでしょう。秋ね、かわいい。あとねベストっていうのかな、チョッキみたいのもあります。このポコポコしたのもね、チョッキみたいのもあって、それもなんかあの着方によってはいろいろできそうでかわいいなと思いました。いい感じ。秋らしくて秋らしくていいんじゃないでしょうかね、このコーデも。では次のコーデに行きたいと思います。はい、2つ目のコーデはこちらでございます。トップスをね着替えただけなんですけど、メッシュニットに変えてみました。これねめっちゃ使える、かわいい。そして涼しくて良きですね。チクチクする感じも私はないです。 XL でこの感じなんですよ。全然なんていうのもっと緩くてもいいんじゃないって思っちゃうぐらい普通に着れます。普通のサイズ感XL でこんな感じで、こうやって出しちゃうとちょっとねやぼったいので、前だけインする感じでゆるっと着てみました。もうねちょっと最近こういうワントーンっぽい色味の合わせ方がすごく好きなので、ベージュとベージュでね合わせてるんですが、いかがでしょう。かわいい。はい、もうこれは買いです。これは買いでございます。おすすめでございます。めっちゃ可愛いんですね。このゆるっとした感じとこの首周りのすっきりした感じが着痩せして見えるかなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、お次のコーデはこんな感じでいかがでしょうか。ちょっとパンツ久々に出したらすごいシワシワになっちゃってて大変って感じなんですけど、これタックワイドパンツですね。ワンタックのタイプです。最近出たやつですね。あれ、なんでこんなシワシワなの、すいませんって感じですけど、そのまま着ちゃいます。トップスはさっきのメッシュのやつなんですけど、タックワイドパンツ合わせもめっちゃ可愛いのでおすすめです。こんな感じですね。はい、ちょっとそのまま着ても可愛かったんですけど、なんとなく小物をねキャスケットとか入れてみると秋らしさが出て可愛いかなと思います。
あとこちらのバッグも色違いでオレンジを買ってたんですけど、あのワントーンでまとめるのも素敵なんですけど、ちょっとこういう風にね、差し色、秋の色をちょこっと入れてあげるのも、あのおしゃれに見えておすすめでございます。ぜひやってみてください。このコーデもね、すごい好きですね。はい、次のコーデはこんな感じにしてみました。イネスのリブのトップスにボリュームスカートを合わせてます。グレーのこれもイネスで買ったものになりますね。私ベレー帽大好きで、特にボブにしてからベレー帽が合うようになったので、あのよく使っている小物になります。ちょっとね、おしゃれ感がアップするので、おすすめです。ちょっとチャレンジしてみてほしいです。で、このトップスのやっぱ可愛い、着てみたらね、すごい可愛かったです。お袖がこういう感じになります。やっぱね、肉感は若干拾いますので、ワンサイズ上げて正解でしたね。やっぱこういう風にトップスをインして着るもののアイテムにすごい使えると思います。これね、おしゃれ見えするんでね、黒とかもいっちゃうかもしれない。可愛いです。縦の線がね、あのいい感じに入ってくれてるので、着痩せして見えますよ。体は細く見えるかなと思います。これはね、黒とかも欲しくなっちゃうな。で、スカートもこういう丈感でとてもふわっとしてロングで使いやすい丈感になっています。これは可愛い。ブーツに合わせても絶対可愛いと思います。ぜひやってみてください。本当はね、ウエストジャストの方が良かったかな。悩むところですね。ちょっと M サイズ着用してないので、試着しなかったので、実際ここのボリューム感とか丈がどういう風になるかなって感じですけど、私はこの丈が気に入ってますので、 L サイズで良かったかなと思います。はい、次のコーデはこちらでございます。ナローフレアスカートに、透かし編みのトップスを合わせた大人のコーデになっております。このスカートの形本当に可愛いんですよ。着てびっくりって感じなんですけど、生地が本当に薄いスウェットみたいな、そんなに、なんていうのかな、しっかりしてない生地なんですよ。穴折ってたんですけども、着るとこういう感じでめっちゃ可愛いです。で、これもね、丈が長いんですよ。L サイズにして、この感じです。で、L でウエストかなり緩いかなと思ったんですけど、これなんとね、紐がいい感じについてますので、ここでギュッとする、なんだギュッと絞れば、そんなに落ちたりとか絶対ないので、ワンサイズ上が個人的にはおすすめですね。お尻周りのね、お肉とかもね、拾わない感じで、いい感じの形でふわっと着れますので、おすすめです。トップスもこれはね、本当にヘビロテしちゃうっていうぐらい、秋口にいいですね。まだまだ残暑続きますので、こういう透かし編みをどんどん使っていけたらいいなと思いまーす。ということで、今日はね、ユニクロイネスのアイテムから最新のユニクロの新作をね、紹介させていただきました。ぜひ参考にしていただけたらと思います。それからね、ユニクロさんではユニクロ C というものがね、出るそうです。なんだユニクロ C はって感じなんですけど、9月のね、中旬に出るみたいなんですよ。なので、ちょっといろいろ狙ってるものがあるので、また YouTube も楽しみにしててください。こちらの動画が参考になりましたら、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。